さんこんばんは。今日は家庭での練習方法についてお知らせします。ピアノが難しくて練習が楽しくない、これではとても残念なことです。今日は簡単なスケールで楽しく弾ける方法をお伝えします。ヘ音記号や臨時記号の音が難しいとピアノは難しいなと思ってしまいます。これは先生はいつも注意している点ですが、ピアノは難しいと思ってしまうと練習をする意欲がなくなります。今日は5音だけで弾くペンタトニックの奏法についてお知らせします。このように5音だけで弾くペンタトニックという奏法で弾いてみるととても楽しくなります。興味のある歌詞、日々の出来事、キャラクターの名前などつけて楽しくユニゾンで弾いてみる、これも楽しい練習方法の一つです。ペンタトニック、5音の音で弾く奏法です。今度は民謡演歌のスケール。民謡や演歌を弾くときによく使われるスケールです。よく民謡演歌には使われるスケールです。今度は沖縄琉球の音階です。沖縄琉球の音階、琉球沖縄の音階、演歌民謡の音階、他にも音階スケールはたくさんありますが、家庭での練習、ピアノは難しいと思ってしまうと練習の意欲がなくなります。ヘ音記号の難しい音、臨時記号の難しい音、転調を繰り返す曲も少し楽譜に書くことで読譜力もついてきます。おさらいです。ペンタトニック、民謡演歌調スケール、琉球のスケール、バイ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 。良い子の皆さんも簡単で楽しいスケールで
言葉をつけて遊びながら鍵盤に触れてください。ピアノというのは実に奥の深い楽器です。スケールにも和声的単音階、自然的単音階、旋律的単音階の3種類があります。少しずつ簡単な曲をユニゾン、オクターブで弾いて指を鍛える運動もしてみてください。